キララエイド到着です、1個前のエイドで閉店がぶっ壊れてつかなくなってしまいました。あとはハンドライトだけで行かなきゃいけないんだけど、どうなるか。ここからつけることになったので、はい、はい、お願いします。つきました。はい、ありがとう。頑張ってください。そういうパカ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 になるの。ありがとう。光ってるの。ここでちょっと飯を食って休憩です。疲れた。山中っ子キララ A さん休憩します。今までね、立花先生ね、歌ったのです。時間を置きます。富士の芋汁一つください。それは何ですか。よもぎ団子ですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。はい、すいません。ありがとうございます。上抜けてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。塩分補給です。ペツルのブースがありました。ここで修理をしていただけるかどうか、はい、そうですね。それがもうあの交換しちゃうっていうのもあるんですよね。もうこれ売ってます。いや、あのお菓子、あ、これね、あれですね、親切なスタッフさんが一生懸命対応してくれてます。ありがとうございます。待ってる間汁を売ってます。これで安心でスタートします。鶴ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。三国山山頂町到着。次の枝まで7キロあるそうです。1320m。まもなく江戸です。まもなく日の出、富士山もすごく綺麗に見えてます。ここはどこの江戸だったか、よくわかりません。上で声援を送ってくれてます。元気を出したいところですが出ません。両側にます。ありがとう。ありがとうございます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 。富士山すごい。ここは御殿場口太郎坊休憩所映像ステーションでした。さやけがすごいね。ちょっとばかりゆっくり休憩します。ヘロヘロです。4時24分。この関門は6時のはずです。とりあえず関門通過しました。
眠くて死にそうだったので1時間ぐらい寝ました。関門閉鎖のため、起こしてくれたのでちょうどよかったです。行ってきます。いらっしゃい。行ってきます。ありがとうございました。関門閉鎖でちょうど追い出されます。あ、富士山。じゃああと頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。行ってきます。はい、行ってきます。あ、まだ選手がやってきます。あと2分で閉鎖だそうです。ちょっと1時間ぐらい寝たのでスッキリしました。あとこれで頑張れると思います。次の子供の国の江戸まで15キロで4時間あるので、まあそれは余裕でいけると思います。頑張ります。